ご来場の皆様こんにちは。トヨタブースへようこそ。私たちトヨタは誰もが快適で安全に移動できるようお手伝いをさせていただいております。こちらのブースではリムービングバリアーズの旗印のもと、さまざまな製品を開発し、小型車から大型車までトヨタブランドとして幅広いラインナップを取り揃えております。本日は多彩なラインナップの中から、段差や不整地でも走行可能な電動車椅子 JUU をご紹介してまいります。昨年こちらの展示会場にてお披露目した JUU、 その際皆様からたくさんのお言葉をいただきました。今年は皆様からいただいたお言葉を反映し、進化した JUU をお持ちいたしました。新しい機能、デザインへと進化した JUU をぜひご覧ください。それでは早速デモンストレーションを用いて JUU をご紹介してまいりましょう。このシーンはどういった設定で行うでしょうか。はい、こちらは車椅子の方が車を運転し、一人で自由に移動するというところを想定しています。今こちらはシエンタタイプ3に乗って目的地に到着したというシーンからのスタートです。それではお願いします。こちらはタブレットで操作しているんですか。はい、こちらは今タブレットで操作しておりまして、車への搭載や運転席へのお迎えをタブレットやスマートフォンでワンタッチで操作することができるんです。そして皆様、 JUU の後方にご注目ください。尻尾のようなものが降りてきましたね。この尻尾を使って段差を降りることができるんです。段差を走行するとき、また階段を上るときはこの尻尾を使ってバランスをとって走行します。今尻尾が格納されて JUU の向きが変わってまいりました。無人の JUU が自動で動いていますね。これはどうやってるんでしょうか。はい、こちらは JUU の左側に搭載されたカメラで車の位置を把握して自動で動いているんです。また JUU のイルミネーションが点滅しておりますが、この色によってこの JUU の今の状態、モードの変化を見ることができるんです。このイルミネーションの色味も自分好みに変えることができたら、よりオリジナリティが出て素敵ですよね。そしてまた姿勢が変わり始めていますね。はい、シートが前方にスライドし、乗り降りしやすいモードに変形しています。自動で迎えに来てくれますし、将来的には車への搭載も自動で行えるようにと考えております。車でお出かけできるので、より行動範囲が広がりそうですよね。さあ、 GUU に乗り込んでこれからお出かけしてまいりましょう。シートがスライドし、走行モードへと変わっていきます。さあ、車椅子でのお出かけにはさまざまなバリアがありますよね。早速目の前には段差が出てきました。GUU の手元にある操作レバーで前に進んだり後ろに下がったりできます。今スイッチを押しましたので、階段上りモードへと変形いたしました。またまた尻尾が出てきたんですね。はい、この尻尾を使って後ろを支えて階段を上っていきます。尻尾で姿勢を制御しておりますので、
前のめりになったり後ろに倒れたりすることはないんです。これぐらいの段差って駅やお店の入り口などいろんなところにあるので登れたらとても楽ですよね。ただここから降りるときはどうすればいいんでしょうか。はい、このまま後ろに下がることで段差を降りることが可能です。また途中で手を離しても大丈夫なんです。万が一手を離してしまってもこのように姿勢を崩すことなくゆったりと降りることができていましたね。これなら安心です。それではそのまま凹凸のある下り坂も進んでみましょう。いかがでしょうか。とても安定して降りていますよね。これなら山道や砂利道などレジャーシーンでも活躍しそうです。さてここまでは JUU の走破性についてご紹介してまいりました。ここからは使い勝手の良さもご紹介していきます。それでは皆さんが見やすい真ん中にご移動をお願いします。移動もとてもスムーズですね。こんなに小スペースでも方向転換することができていますよね。この小回りが効くというのも魅力のポイントです。そして最後にもう一つご紹介したい機能がございます。こちらタブレットを使って JUU の今の状態が分かったりまた遠隔で操作することもできるんです。この機能を使えば無人の JUU を自分の近くに持ってきたり別の場所に片付けたいといった時でも使いやすそうですね。解除される方にとっても使い方によってはとても便利な機能になりますね。さて皆様 JUU の走破性そして使い勝手についてご紹介してまいりましたが JUU がもたらすさまざまな自由感じていただけましたでしょうか。 JUU に乗って行ったことがない場所に行ってみませんか。何か新しいことにチャレンジしてみませんか。トヨタは皆様に多くの自由を届けたいと思っております。行き渡りさせ花に